はい、でこちらが、ファイナルの模様ですね。はい、はい、スーケット選手とイモネンです、はいはい、もうおなじみのね。そうですね、2人ですね、はい。各プロの印象を聞きたいんですけど、スーケット選手は千尋プロ、はい、どんなイメージが。もうすっごい紳士だと思います。あ、紳士、うん、へえ。よくあの姉と選手権見てるんですけど、はい、すごい話しかけたりしてて、はい、ですごい優しく英語も教えてくれたりしてて、へすごい優しいですね。それただ単にあの女性に優しいだけじゃないですか。そんなんでよかったら僕もそうですよ。風景はなんか狙ってるっていうイメージがあるんですけどね、はいはいはい、今ねはもう感覚だけでついてるようなイメージが、へー、ね、どちらもトッププロで。そうですね、はい、栗林プロ、ラックとかこのコンディションはどんな感じだったんですか。結構球も重たかったですし、はい、クッションも跳ねてましたから嫌だと思うんですけどね。簡単につきますね。簡単につきますね。この、 あのポイントの入ってるね手玉、このひねったりするとね、はい、あのスピンが見える手玉なんですけど、はい、これはどんなイメージでした。重たかったですね。あ、重たかった、はい、はあはあはあ、打者の張り具合は、まあ、普通だと思います、うんうん、クッションが出てる分軽くは感じましたけどね、はいはいはい、穴はどうだったんですか。穴もちょっとちっちゃかったですね、うん、ちょっといやらしかったです、うんうんうん、光岡プロは今回、はい、どうだったんですか。もう緊張しましたね。あ、緊張しちゃった、はい、で思ってたよりもあのやっぱりあのさっきね栗林プロが言ったんですけど、はい、穴ちょっと思ってたよりちょっと渋かったですね、はいはい、であの今回あの新しいメトロっていうね、はい、あの新しい台があったんですけど、はい、私はそちらの方がなんとなくつきやすいようなイメージはありましたけどね、うんうん、あのこの茶色いねブランズイックの台の方が、はい、ちょっとなんかクッションも早いしやらしい感じは。ああそうですか。ちょっとしました、なんとなく、はい、これはシュートアウトですね。ですね、はい。あのベストを見ていただくとね、ミカがネズキューの、ね、スポンサーついてもらって、はい、ベストに入ってるんですよね、ネーミングが。あ、入ってましたね、はい、はい、本当ですね。言ってもらおうじゃないかっていう感じですよね。あーっていう感じですね。で、いわゆるケツから行ってですね、はい、これは栗林プロ当然セーフティー、うん、セーフティーですね、はい、イメージ的には近い感じですか。こういう感じですか。そうですね、できればワンボールが9番の裏で止まってほしかったなっていう感じだと思います、はいはいはい、入れちゃいましたね。もう関係ないですね、はい、全然関係ないです。やっぱクッション出てますね。出てますよね。チールプロはチャリティー取ったんですけどね、今年は権限なかったんですよね。ないです ね、 ね、来年はぜひ活躍していただいて、はい、もう楽しみでしょうがないです。そうでしょう、はい、もう旋風を巻き起こしてくださいよ、ね、はい。ス
スーケがもっと優しくなるかもわかんないですね、うん、そうですね、スーケに覚えてもらえるようにちゃんと何かね、本当に簡単な配置のように見えてきてしまいますよね。ねえ、ねえ、決して全然簡単じゃなかったと思うんですけど、ねえ、風がきつくてね、画面がこう揺れてるでしょ。そうですね。ねえ、うん、室内ですけどね。今のも間違いなく攻めてますよね。攻めてますね。あのぐらいだったら皆さん自信あるんですか。僕はないですね。今のだったらどうします。いや、でも同じようにするんじゃないですか、ね、あ、つくのはつきますか、はい、ああ、そうですか。チーロプロだったら、そうですね、もう雰囲気で、雰囲気で、雰囲気で言っちゃいましたね、言い切っちゃいましたね。隠れてしまえと入ってしまえではなく隠れてしまえ、隠れてしまえ、オッケー。大御所となってきました。三岡プロだったらどうですか。いえいえ、まあ展開とかにもよりますけどね。リードしてたらやっぱりこうね、大きな気持ちで攻めていくと思うんですけど、うん、やっぱりこうシーソーゲームになってきたら、うんうん、やっぱりね、ちょっと抜けた時はこうみたいな、みたいな気持ちもなんかきっと出てくるでしょうね、はいはいはい、でも今はあれですよね、そういうあのセンスもすごく大事な時代なんじゃないですか。そうですよね、あの駆け引きというか ね、そういうのもすごく大事だと思いました、プロになって、ね、はい、有名なプロの何人かはね、入れるのは当たり前やというようなことをね、おっしゃる方多いですもんね。行ってみたいですけどね。そう、つないですね。なんかコメントしようがないねえようなねえ、素晴らしいですね。ブレイクもクッション振れないですね、手玉が。ねえ、サイドとか気にならないんですかね、この人ら、ね、うん、マイテーブルみたいですね。ねえ、はい、強いとかないですもんね。ないですよね。これね、ほんと初心者の時にね、なんでこんなみんな簡単に入れるのかなって、要はその手玉のコントロールをね、知らなかった時に、はい、手玉を次に優しいところに持っている、行ってるっていうことを知らなかった時ね、それを知ってすごく感動した覚えがあるんですけどね。ありますありますね。ありますか。もうすごくあります。なんでいつもこんなラッキーなとこに手玉が行くんだろう、そうそう、この人って思ってましたね、最初。そう
すごい運勢とか思ってたな。私も思ってましたね。やりましたね今。珍しいですね。もう本当でもこういうねレベルになってきたらこのワンチャンスとかで試合がね、うん、左右されるような形なんでしょうね。そうですよね。今も本当にレベル上がってね、アマチュアでもそんな試合多いですよね。そうですね。ワンチャンス、ツーチャンスぐらいしかもうないとかね。新社の頃の三岡プロに言わせばラッキーばっかりずっと続いてますよね。ねえ。ねえ。試合を待ってる時に、はい、イモネンが、はい、中国の16歳の女の子にちょっかい出しまくってたのは見てましたけどね。え、試合の途中でナンパしていた？うん、待ってる時ですけど。なんか16歳の女の子が、はい、イモネンと一緒にいて、はい、すごくじゃれてたのは覚えてますね。はあ、それで言うとね、僕もねとある試合でミカがナンパしてるのを目撃しましたね。あ、携帯の番号聞いてこいつは携帯持ってんのかなとか思いながらちょっと心配にもなりながらそのナンパを横目で見てたんですけどね。県外ですよね。ねえ、県外ですよね。とちょっと突っ込みすぎたんですかね。関係ないね。ナンパもするけど玉も入れるぞミカっていう感じですね。イモネンみたいな。イモネンみたいな感じですね。シーソーゲームみたいな感じですけど。そうですね、これ19なんですね、今、はいはい、19でスーケがリード、はい、これもしスーケが取れば決まりです。そうですね、もうリーチかけられてる状態ですね、はいはい、どうするんでしょうかね。何いってまうぞしまえにみたいなポーズでしたね今。でも29ですよね、うん、キャノンでもいけるんでしょうね。いけるんでしょうね。これは緊張感でしょうね、この球は。うん、そうでしょうね。ねえ。まだ一応、プッシュアウトの権利も、一応残されてるのは残されてるわけですよね。うん、イモネの方にはね。だまあこんだけ見えてる球はちょっとないかもわかんないですけど。攻めますね。攻めますね。ああ、スクラッチしちゃいましたね。
欲しくなってるんですかね、あそこ。ね、2番どうなんでしょうね。どうなってるんですかね。ちょっと画面ではね、確認しにくいですね。うん、まあ、風も吹いてることもありますし。いや、これ室内ですけどね。ああ、室内ですね。そうですね。結構いいコンビですね。はい。スーケットもなびいてますよね。そうでしょう。いや、まあカツラですんでね、この人。ああ、はい、そうなんです。はい。あ、わざわざ髪の毛ないカツラですか。そうですそうです。はい、そうです。ありがとうございます。さすが大阪のプロ。そうじゃなくちゃね。確かに。初ツッコミで。そうですよね。お客さんに突っ込んでなんぼっていうね。そういう接客をしてるからうちの店売り上げが悪いのかもわかんないですけどね。まあ、その辺はちょっとノーコメントで。うん、これはかなりね、振りが嫌なんでしょうね。エイトボール気になる振りになってるんでしょう、うん、手玉の追い込む方向を確認してるんですよね、一生懸命、うん、どんな形かちょっと見たいですね、でもね。ねえ、うん、あ、うまいですね。でも今のはどうやったんですか。今のは卵を捨てて、卵をわざとさせて、手玉を出してきたんです、うん、ですね。それしかなかったんですよね。あれもテクなんですね。うん、でも思った通りにはなってないみたいですけどね。ああ、なるほどね。あの8の位置がやっぱりあれはもうコントロール難しいもんなんですかね。難しいですよね。難しいですか。はい、あ、これ取ったら勝ちですね。そうです、はい。スーケが今リードし、あのリーチかけてますんでね。えてして試合ってそんな時多くないですか。これ取ったらっていうとこでこういう何か、あ、深くうなずく三岡プロ。ありますよね、本当に。そうですか。これもこれ最高じゃないですか。これはわざわざセブンに対してこういう振りを作りに行ったんですか。うん、あ、なるほど。で、あそこへ当てに行く計画なんですか。そうですね、みたいですね。確認もしてますよね。当て方をこう考えてるんですかね。とワンクッションでどうでしょう。今のはほっとしたでしょうね。ああ、なるほど。イモネンが首振ってますね。この女の子の電話の方が聞けないわって感じですよね。素晴らしかったですね。ねえ。